バハラ城塞はアフダル山の麓に位置する四つの歴史的城塞の一つである。建造されたのは13世紀から14世紀にかけてのことで当時のバハラはバヌネベの一族の下でオアシス都市としての繁栄を享受していた。バハラの町にはオアシス、市場、ヤシの木立ちなどがあり、都市自体が約1 2トルの城壁に囲まれている。この町は 当時期でも知られている。バハラ城塞は近隣の伊豆木、ニズは少し北に離れたルスタクの各城塞と共にハワーリージュ派の中心拠点となっていた。城塞の砂岩の土台からは日干しレンガの壊れた壁と高さ約50メートルの塔が載っている。隣接する南西方向には14世紀の彫刻に飾られたミフラーブを持つ金曜礼拝のモスクが建っている。 この城塞は1987年以前には修復も保存もなされておらず、毎年浮気になると壁が崩落するという不安定な状態に置かれていた。1987年にこの城塞はユネスコの世界遺産に登録され、翌年には危機遺産のリストに加えられた。 1990年代には修復作業が始まり、オマーン政府は1993年から1999年の間に6万ポンド以上を費やした。その間、足場が組まれ、観光客には非公開とされた。その結果、2004年には危機遺産リストから除外された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。